私の住んでいるアパートの道路を挟んだ真向かいさんに大きなモフモフの犬がいる。私のアパートの前の道は小学校の通学路になっているのだが、そのワンちゃんに小学生たちは登下校の時によく話しかけている。賃貸のアパートなのでご近所付き合いのようなものは全くないが、夕方ぐらいになると小学生たちがワンちゃんの名前をよく呼ぶので、私もワンちゃんの名前がクッパであることだけは知っている。庭の柵の間から顔だけ出して通行人に可愛がられたりする、地域のアイドル犬みたいな感じ。私もモフリに行きたいのだが、なんとなく飼い主さんに遠慮してしまって遠くから見るだけになっていた。飼い主さんはおそらく旦那さんと奥さんの老夫婦。お話ししたことはないけど、庭でワンちゃんを可愛がっているのはよく見かけていた。私はバスで病院に勤務しているのだが、ある時その老夫婦の奥さんが病院に来た。私はすぐにお向かいさんだとわかったが、向こうはわかっていないようだったので普通に対応した。その後も何回か私の勤務する病院に奥さんは通院してきて、私が対応していた。ある日、私が買い物を終えて自宅に帰った時、ちょうど奥さんも庭に出ていて、私に気づいた。あら、病院の。奥さんがそうおっしゃったので、私はアパートの方を指さして、あ、実はここに住んでるんです、と答えた。あら、そうなの？奥さんは非常に驚いていた。本当に軽く会話をした後、私は自宅に入った。その出来事以降、病院に来られる際は会話の量が徐々に増えていった。ある日、仕事を終えてバス停でバスを待っていると、私の後に、奥さんがいらっしゃった。振り向いた私に気づいて。あら、今お仕事帰り？はい、そうです。お疲れ様ね。いえいえ、お買い物ですか？そういった世間話をしていた。バスが来たので、二人とも乗り、乗った後も同じ席に座り、いろいろと話をしていた。話をしているうちに、いつしか、モフモフワンちゃんの話題になった。本当に大きくて可愛いですよね。子供たちが毎日のように話しかけたくなるのもわかります。本当にありがたいのよ。みんなで可愛がってくれてね。あの子も人間が大好きだから、誰が来ても尻尾フリフリなのよ。私にも懐いてくれますかね？大丈夫よ。よほどの極悪人じゃない限りは。なら、多分大丈夫ですね。遠巻きに見ていた私でも、小学生の子たちのおかげで、クッパっていう名前だけは知ってました。あら、そうなの？面白いわね。でも、実はね。そこで、奥さんが面白い話をしてくれた。でも実はね、あの子クッパっていう名前じゃないのよ。え、そうなんですか？でも子供たちはみんなクッパって呼んでますよね。そうなのよ。子供たちだけじゃなくてご近所さんとかもクッパって呼ぶのよ。なんですかそれ。面白いですね。本当の名前はなんて言うんですか？本当はね、太郎っていうのよ。クッパとは似ても似つかない名前に、私は声を出して笑ってしまった。全然違いますね。なんでクッパになったんですか？勝手に誰かに名付けられたとかですか？太郎はね、もうすぐ1歳半になるっていうぐらいの時に家に来たのよ。もう、7、8年前かしらね。あの子が家に来た時に、今と同じように、庭で飼ってたんだけど、一人の小さい小学生の男の子がね、太郎を見つけて、クッパ、クッパ、って話しかけるようになったのよ。クッパこっちおいで。クッパ元気にしてた？クッパ遊ぼう。そんな風に毎日のように太郎に話しかけてたから、ある日その子に、この犬は太郎っていう名前なんだよって教えてあげたの。そしたら、なんかすごく寂しそうな顔してね、いろいろ教えてくれたの。話を聞いたら、少し前までその子の家で同じ犬種の犬を飼ってたらしいのね。それでその犬がクッパって名前だったらしいの。話を聞く限り、その子が生まれる前から飼っていたワンちゃんだったみたいで、生まれてからずっとそのワンちゃんと兄弟みたいに遊んでたらしいの。でも少し前に亡くなっちゃったみたいで、そんな時に投稿してたら、見た目がそっくりな太郎が家にいるのに気づいて、クッパが戻ってきてくれたって思っちゃったみたいなのよ。亡くなった意味は理解してるようだけど、運命的なものを感じちゃったのね。この男の子も、もう少し大きくなれば、嫌でも現実を直視する時が来るし、少しでもこの子の心の支えになるなら、
訂正するのもかわいそうだなって思っちゃって、そのままにしてたのよ。授業参観か、何かの時にその子のお母さんも来てくれて、本当に、そっくりでびっくりしました。って、涙目になってたくらいだから。大きさとかも含めて、うり二つだったんでしょうね。太郎も人懐っこいから、クッパって呼ばれても、反応するようになっちゃってね。そしたらいつの間にか、少しずつ学校中にクッパって名前が広まっていったの。それから時間が経つごとに、新入生とかが入学してきても、クッパっていう名前が、上級生から受け継がれちゃったみたいなのよ。そしてそのまま、ご近所さんとか、小学校の子供たちの親御さんとかにまでどんどん広がっちゃったわけ。それで一昨年かな？その男の子が小学校を卒業するってなって、卒業式の前日とかに、太郎に会いに来てたんだけど、私が卒業おめでとうって言ったら、おばちゃん、僕のせいで、クッパっていう名前になっちゃってごめんなさい。そういう風に、わざわざ謝ってきたのよ。小さい頃の記憶だから、あんまり、覚えてはいないみたいなんだけど、犬の名前が、クッパじゃなくて、太郎だっていうことだけは、覚えてたらしくて。どうやら、成長するにつれて、自分のせいで間違った名前が、広まってしまったことに、罪悪感を感じていたらしいのよ。謝ることなんて何にもないよ。あなたのおかげで、太郎はいっぱい、可愛がってくれたり、遊んでくれたりする人が増えたんだから。こちらこそ本当にありがとうね。これからもたまには会いに来てやってね。そう伝えたら、本当に嬉しそうな顔してくれてね。私も6年間ぐらいその子を見てたから、もう、孫みたいな感覚で。なんか寂しくなっちゃって、泣きそうだったわよ。すごい話だなぁと思いつつ、奥さんと太郎の優しさに少し感動した。今でもその子は来るんですか？そう、たまに来てくれるのよ。太郎も嬉しそうなんだけど。私と夫の方が、楽しみにしてたりするのよ。本当に太郎のおかげで、いろいろといい経験を、たくさんさせてもらってるから、頭が上がらないわよ。素敵なご縁だなぁと感じつつ、念のために聞いてみた。じゃあ私は、太郎って呼んであげた方がいいですかね？気にしなくていいのよ。クッパでも太郎でも反応するんだから。人間でいうところの、名字と名前みたいなものよ。ああ、なるほど。そう考えるとわかりやすいですね。こんな感じで、太郎ちゃんの驚きの歴史を知ることができた。ちなみに奥さんが言うには、太郎のことを太郎と呼ぶのは、奥さんのご家族と、獣医の先生、そして今でもたまに会いに来る、クッパの名付け親の男の子だけらしい。今では、奥さんと仲良くなったおかげで、私も遠慮なくモフリに行ってます。